こんにちは。ロハス TV の時間がやってまいりました。えー、やっと今日からね、えー、プロ野球の開幕戦がありましたね。えー、いよいよね、あのー、平常に少しずつですけれども戻ってきて、まあ、あのーう、うちの息子なんかね、あのー、すごい野球が好きなんですよ。でもう本当に、あのー、街に待ったー言うてめっちゃ喜んでましたよ。うん。だからやっぱりね、 あの、いろんなことが戻ってくるっていうのは非常になんか心がワクワクしますよね。まあ、そんな中でもまだまだね、予、え、断、ー、を許さないから、あのー、やっぱりね、3密には気をつけながら、あのー、またやっていきましょう。えー、それではね、えー、昨日の続き、えー、黒川会長のですね、いよいよ相談会というかね、人生相談が明日に迫りました。 まあ、そん中で、えー、黒川会長ってどんな人なんっていうことで、あのー、昨日はこの本をですね、えー、ロハス村文庫。うん。え、実は、ロハス村ね、文庫も出してるんですよ。すごいでしょ。僕、出版をするのが夢だったんです。えー、大学卒業してからね。ですから、あの、そういう職業に就けなかったので、じゃあ自分で出版会社を作ろうということで、 えー、ロハス村の第一弾が、この、黒川会長のですね、あのー、事情前ということで、出版しました。えー、では読みますね。えー、どこだったかなあ、そうそう。天カスの発火による火事。火事がいったんですよ。その年には、テレビチャンピオンうどん職人選手権の香川代表となった。放映後、県内外からたくさんのお客さんが、たもやのうどんを食べに来てくれ、えー、 食べに来てくれるようになる。玉屋本店は駐車でもない状況の中、一日に千人近くのお客さんが来てくれる繁盛店となり、黒川さんは朝一番から終わりまで、延々うどんを売っていた。日本中にさぬきうどんを広めたいという思いから、フランチャイズも始める。ただ、うよ曲折ありで、失敗も数えきれないほど経験することになる。大阪のナンバパークスから、 面だらけに出店しないかと依頼が来て、セルフではない一般店で出店が決まり、高松で雇用した社員3名を大阪に住まわせて店舗運営に乗り出す。だが、その面だらけ自体に思うように客が来ず、半年で撤退を余儀なくされる。半年やって。その時、黒川さんは、商売は誰の、誰かの話に乗るのではなく、自力ですること。 店舗は1階の入りやすい場所でなければならないということを学んだ。しかし何よりもここで撤退したお客さんあ、お店の社員3名を路頭に迷わすわけにはいかない。ではどうするということで黒川さんが考えたのはその社員たちのためにお店を出すということだった。それがかもや2店舗目となる林店で 2007年8月にオープン。だが、林店オープンの時にお客様から辛から口の言葉をたくさんいただき、それを修正するのに妻である専務が接客重視の商売に徹するようになった。この奥さんがね、今はあの社長になりまして、えー、黒川さんがですね、あの、会長に今なってます。そんな頃、香川県中小企業家同友会にも入会する。 ここで私はね、えー、黒川さんと出会います。そして、だんだん売上が上昇しかけた、しかけたオープンから3ヶ月ほど経った2007年11月に、林店が火事となる。まだ経ったばっかりなのにね。えー、夜8時ごろ警備会社から連絡が入り、すぐ林店に向かうが、店の周りには消防車が7台来ていて、大騒ぎとなっていた。 外観は綺麗なのに、店の中に入ると真っ黒焦げになっていて、まだ煙も出ている。放水もされているので、店内は水浸しでもうどうにもならない状態だった。原因は天かすが発火したらしい。心配した社員もすぐに駆けつけてきてくれたが、みんなあぜんとするばかり。そんな中、黒川さんが社員たちにかけた言葉が、もう一回最初からやろうぜだった。 そう。これまでも何とかなるで来た黒川さんが黒川さんらしい言葉だった。もちろん林店はしばらく営業できない。しかしその間、社員を路頭に迷わすわけにはいかない。パートさんには休んでもらい、社員は全員本店で引き受けた。そんな状況でも社員全員に給料を払い続けていたのだ。これね、すごいね、あのヒントあると思いません 今コロナでね休業してる店ってね非常にたくさんあると思うんですよねでやっとその休業の間やっぱりね社員をロトに回す,回すわけにいかんということでね本当にあにいろいろ試行錯誤されとったと思うんですで黒川さんやっぱりもうその火事というねコロナでなくて火事というそういうことでどうしたかということがこれに書かれてます そして翌年の6月に林店リニアルオープン。続いてその翌年には本店も建て替えリニアルオープンした。とは言っても、その後もフランチャイズ契約した相手から詐欺にあったり、注文ミスで大きな損害をこむったり、失敗は続く。詐欺にもあったらしいですよ。黒川さん自身、人を見抜く甘さが自分にあることを実感すると同時に、 社員に対して済まないという気持ちが強くなる。そして問題を起こす社員に対してどのように接してし接していったらいいのかなど深く考えるようになる。新たな変化。もともと人見知りだった黒川さんは、最初は中小企業家同友会に出るのも苦痛だったが、この頃から同友会で学ぶことの意味にだんだん気づくようになる。 ね、これね同友会で初めてね講演というかこうあ話して霊界、まあ、で話した時に実はく黒川さん本当に人見知りでですねあのー、まあ冗談に立つというかね、えー、ステージに立つ時にもうちょっと引っ掛けてね、えー、それで人前で話したというようなそんなエピソードがあるぐらい人見知りなんですよ。当時7つの「習慣を読んで従業員目線も大事。 従業員は顧客同様愛さなければいけないという言葉に感銘を受ける。これまでは接客重視でやってきたが、社員を育てることの大切さ、そして経営者であっても社員目線を持つことがお客、お店の発展にもつながるのではないかと思うようになる。そのためにはまず社長である自分自身が自己変革することが大事だと決断する。 同じ経営者が勧めてくれる本を読みあさり、勉強会があれば出席し、いいと思ったことは全て素直に実践していこうと動き出す。本当に黒川さん素直な人なんです。その頃を振り返って、これまでの自分は経営のことは全くわか,かっていなかったという黒川さん。海外での学びと気づき、黒川さんが玉屋を設立した当時の経営理念、モ屋は 本場、さぬきうどんの味、つや、コシにとことんこだわり、誰もが美味しい、また食べたいと思っていただけるよう丹精込めて、さぬきうどんを続き、作り続けます。そして、さぬき、香川の誇る食文化である、さぬきうどんをそのままに、全国の、そして世界の皆様にお届けします。代表取締役、黒川保も まだまだこれからどうなるかわからない店を始めた当初の経営理念の中に、さぬきうどんを世界の皆様に届けたいと綴られている。最初から黒川さんの潜在意識の中に、世界があったのだ。その潜在意識は、お店を始めて12年後に自分が描いた通りの玉屋は世界進出をした。ただ、ここでも新たな気づきと学びがあったのだ。 まず1件目のシンガポールの進出は特に問題はなく進んだが2件目以降から自分の勉強不足から不足が明らかになってくる2件目ジャ,ルタジャカルタでは小麦粉をはじめ塩などの原材料を日本から輸出することができなかったのだ現地のもので試行錯誤しながら作る塩しと取とって違う方ほんま困りますからね なんとかできたものの、今度は水がアルカリ性の香水で、湯が、湯がくと麺がボロボロになる。また、ここで試行錯誤し、えー、釜に酢を入れて酸性にすることで、ジャカルタ流たもやうどんが出来上がる。その後、三軒目のベトナムでは、工事、工事が遅れ、開店ギリギリで間に合うなど、 慣れない場所で次から次へと自分の知識不足から来る試練に対応することになる。そして台湾でのお店がオープンした時、ある自分の姿が呆然とする。お店のオープンの時にパフォーマンスとしてうどんを打つ黒川さんの姿が壁一面に写真で飾られていた。それは サヌキうどんの職人、黒川保つを PR してくれるというものだった。すごい。だが、それを見た黒川さんは、まずはうどん職人であるということを忘れて、今は経営者ずらしている自分に気づいたのだ。ここがまたすごいでしょ。経営の勉強するからね、どうしても経営者になってしまうんです。でも、黒川さんおっしゃってました。僕はやっぱり職人なんだと。 職人っていうのが基本であると。ね。もちろん有限会社、タモヤの経営者であることには間違いない。しかし自分はうどん職人としてたモヤを始めたのに、経営者という肩書きが先行していたのではないかと。あぜんとして妻である専務にその話をすると、今更と失笑された。この気づきをもとにその後、日本、 の店での黒川さんの行動が変わる。時間さえあればうどん職人として社員と一緒に店で汗を流しながらうどんを打つ。これが一番大事なことだと。人を育てる大切さ。社員に対しても人はそれぞれ違う。同じ人はいない。社会は違うことで成り立っているのだ。だからいつも自分の考えを押し付けてはいけない。そして社員との間も 意見が違ったら対立したり否定するのではなく、間違っていてもまずは受け入れ賛同することを心がけるようになった。そうしたらいつの間にか怒らない自分に気がついたひそ。人育てとは気づかせてあげること。そして間違っていても正しい答えを自分で出せるようにゆっくりと質問していく,いくことだと。 経営者としてできることは教え、フォローしてあげる。そしてできたら一緒に喜んであげる。小さな約束でも絶対守り、真摯に応えてあげる。これ大事でね、子供、子育てもそうかもしれんね。そう、上下関係なくいつも寄り添うということが大切なんだと。社長とか社員ということ、言い方は単なる役割であって、 我が子のように成長してほしいという気持ちを持って愛情を注ぐこと。そんなことに気づき実践してきた。人育ては自分育て。もう一遍言いますね。人育ては自分育て。社員を育てることで実は黒川さん自身が育っていたのだ。こうやって自分が育つことによって自分のステージが上がっていったのではないかと。 開店当初描いた讃岐うどんを世界広めるという夢を現実のものにできたのもそういうことだったのではないかと。仕事は手段。これまた、たもやという讃岐うどん店をしてきて、今黒川さんが思うことは、うどん屋は自分にとって気づきの手段だった。黒川さんにとってのうどん作りは黒川さんの人生を反映するもの。だからうどん屋は黒川さんにとって 自分に与えられた気づきのステージであり、役割であるという。どんなもの,も,ものであっても、どんな場所であっても、人間力ある会社が勝つ。人格がものづくりに反映するのだ。美味しいうどんは腕がいいだけでで,できるのではなく、プラス人間力が必要。そう、中身こそ大事で、中身をしっかりしたものにしていかなければいけない。 黒川さん自身の中身が今の玉屋のうどんに反映されている。玉屋を経営してきて、うどん屋で儲けるということ以上に、うどん屋をすることで人間力を養うことの大切に気づいたのだ。今、黒川さんはこれからの日本を背負う人々の学びの場をどんどん提供していきたいと思っている。そんな若者たちの人間力を養うためのお手伝いがしたいと。そして、 えー、今後も社員を生かすため、経営を実践し、まだまだステージアップしていきたい。またこれからのステージで出てくるであろう課題にどんどん挑戦していきたいと思う。そう、まだまだ途中、これからうどん職人、黒川保つのステージアップに、を楽しみに。ということなんですね。まあ、そういうことで、ぜひ明日、えー、見に来てあ、聞いてください。よろしくお願いします。さよなら。